岡田さん、ご紹介ありがとうございます。そして、今年2020年の、図書館総合展に、このセッションを企画してくださいました GST に、コールズを代表して、感謝を申し上げたいと思います。今現在、アメリカの東海岸のメリーランド州におりますが、アメリカの東海岸から皆さんに、ご挨拶を申し上げたいと思います。で、私はアメリカ物理学会、アメリカフィジカルソサエティ、所属すると APS になるんですけれども、出版部統括のマシュー・ソロと申します。2016年以来ですね、コーラスの理事も務めております。で、アメリカに来たのは2016年だったんですけれども、その前に、およそ12年渡って、日本のいくつかのところ、主に東京の方に住んでおりまして、APS 入社する前にはですね、スプリンガー・ネイチャーから始め、そして他にコーラスメンバーでもあるインスティチュート・オブ・フィジックス・パブリッシングの務めを経て、APS の出版、事業を担当することになりました。今日の、残念ながらパンデミック中なんですけれども、その前にですね、定期的に日本を訪れていまして、また日本を訪問できる機会が一刻も早くありますようになっております。それでは、シェアリングをしたいと思います。で、今回はですね、コーラスとはっていう題名で、コーラスは何をしているのか、どのように機能にしているのか、そして、近年のオープンサイエンスの空間におけるコーラスは進化についてご紹介させていただきたいと思います。で、コーラスとはに、それからコーラスの、機能、そして、オープンサイエンス空間の進化について話したいと思います。コーラスは、このスライドにありますように、資金提供を受けた研究成果を、世界中に誰にでも簡単に、普及的に、発見、アクセス、検証できるような未来を、想像、しようとしている、組織でございます。コーラスは、研究機関から資金提供を受けた研究者の研究成果をモニタリングするためのシンプルで簡単なサービスを実施しております。表示されるデータはもう検証されて、確認、正確なものなので、どこで研究が出版されているのか、関連するデータセットはあるかどうか、例えば、出版社のサイトでは何がオープンアクセスになっているか、その状態をリアルタイムで確認することができる強力なツールを提供しています。コーラスは非営利団体なので、研究機関向けのサービスのコストは低く、お手頃の価格で提供することができます。日本ではですね、先ほど申し上げましたけれども、パートナー、紀伊国屋書店とパートナー、私も結んでおりまして、その詳しいことは紀伊国屋書店から詳細を提供できると思いますので、興味のある方は詳しくは紀伊国屋書店までお願いします。で、ということで、要約するとコーラスはシンプルで非常にパワフル、しかもお手頃の価格で使用できるようなサービスということになります。コーラスは何をしているかを示すには、多分ベストがですね、活用事例を示す、方ですだと思います。今回この後、このセッションではですね、日本での活用事例が多く出ると思いますので、私は、まずですね、アメリカで行っている研究機関での活用事例を2つご紹介したいと思います。両方は、の詳細はコーラスのウェブサイトのサクセスストーリーというページにですね、掲載されてますので、ご興味のある方はそこまでご覧いただけると思います。このスライドは、ちょっとユニバーシティオブデンバー、その活用事例になっておりますが、このたくさん情報入ってますので、その全てを読むことはできませんが、
まずですね、どういうふうに電波大学があのこのスクリーンサービスを利用しているかといいますと、図書館長のマイケル・レヴィン・クラーク教授からコメントいただきまして、まずですね、オープンアクセス研究の監視するための自動化されたリソースを探していまして、それを必要としてまして、まずコーラスのダッシュボードサービスとデータサービスを利用して、研究者からの資金提供を受けたジャーナル論文を簡単に特定できまして、それはまず最初の、使い道だったんですけれども、その後はコーラスがもたらす情報の力を見た彼らは、大学、電波大学はその後データをダウンロードして自分たちのシステムに合わせて、で研究者や部門にフィードバックいただいて、その研究成果が学内に保存されている場所であれば、もうこれでも正確なバージョンが管理できるようにしました。そうすると、まず図書館での義務として始まったものが、教員と他のスタッフメンバーの方の追加サービスにも提供することができまして、非常にポジティブの方に開発したものです。次はですね、フロリダ大学の活用事例をちょっと紹介したいと思いますが、フロリダ大学の場合は、最初にフロリダ大学の図書館が基幹リポジトリからリンクすることができる論文を特定するための一元的なライブラリー、リンキングサービス、ポータルとして、コーラスダッシュボードを活用していること。それは、そのフロリダ大学に対してにとって一番大事なまず使い道だったそうですが、これはこのセッションの後にもですね、登場する千葉大学の活動事例を似ていると思いますので、そちらの方にちょっと比較していただければと思います。で、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本では JST が実施された資金提供機関によるオープンアクセスのコンプライアンスをモニタリングするだけではなく、コーラスを利用することで、毎年のプロセスを時間的に、経済的に負担を軽減することでできる可能性があったと発見したそうです。なお、フロリダ大学の場合はですね、図書館が機関の研究成果を報告する役割になっております。次はですね、ちょっとコーラスダッシュボードの方を紹介したいと思います。で、これはちょっとスクリーン、ロサルモスナショナルラボラトリーの、スクリーンショットなんですが、このプレゼンテーションに他にもダッシュボードをたくさん見る、ご覧いただける機会があると思いますが、まず最初にその基本的なダッシュボードのレイアウトなどをちょっと紹介したいと思います。まず一番、非常に大事なことは、ダッシュボードは定期的に更新されていまして、例えば出版論文数、出版サイトからオープンアクセス状態、その、再利用、条件などなどのアーカイブされている論文、データセット、ORCID の ID、資金提供機関のポータル特定できる出版論文が補足することができます。こちらの画面で見ていただきますと、上部の方にはですね、詳細なレポートがダウンロードできるタブが、土の方に丸をつけてるんですけれども、これを使うと、その時点でライブデータがアクセスできる別のタブがあります。そのため、データを求めるための、例えば複雑なワークフローや、レポートを開発したり、基礎となるデータを使って作業するための追加のライブラリリソースは必要ありません。これを使えば、それすべてその情報は簡単に早く入手することができます。で、次なんですけれども、ダイレクトリンクと言いますが、こちらの方にページにはいくつかの、切り出しをこっちの方にちょっと紹介します。で、どんなデータをこう見られますかと言いますと、例えばですね、論文の DOI、ORCID ID、データセットの方と、ライセンス、どのライセンスがあるのか、例えば、NIH とかなどの他の、
プラットフォームへのリンクとか、および、まあ、資金提供機関の、助成金 ID などのレコードをハイプリンクの方に含まれております。まあ、特にライセンスについては、機関のアクセスできるオープンアクセス論文のバージョンも表示しておりまして、出版社のプラットフォーム上に提供されているのは、まあ、著者採取権、まあまあ、いわゆるアクセプティマニスクリプト、もしくは、出版社版、バージョンオフレコードのどちらか の方が簡単に示しております。はい、ちょっと待ってください。まずちょっと順番変えましてですね、大事なことはですね、全ての、資金提供機関と全ての出版社がどういうふうに入っておるかということを紹介したいと思います。で、コールスでは昨年から出版社がクロスレフの DOI に論文の登録している全ての出版社からジャーナルや会議録を補足しております。で、さらにクロスレフオープンファンダーレジストリーでファンダー ID を持っている資金提供機関を特定しています。まあ、日本の研究の大部分は日本学術振興会、GST、AMED などの主要機関、他にですね、武田科学振興財団などの民間機関、文部科学省などの支援、資金提供を受けているため、コーラスのデータは網羅的であるものと同時に、先ほどのスライドのようにダイレクトリンクからも発見できるようになっております。ちょっと順番戻しますけれども、これからはちょっとコールスの機能を紹介したいと思います。非常に重要な点はですね、そのパシスタントアイデンティファイア、永続的識別子ということを、まあ、PID と言いますが、それを主に使用しております。まあ、ご存知だと思うんですけれども、DOI、まあ、つまり電子論文やジャーナルの記事にタグをつけている方法というものですけれども、それはまあ2000年から存在しておりまして、それを活用してコールスが動いております。著者を特定できるために、オキダ ID の方も使って、ファンダー ID とかグラント ID はクロスレフのオープンファンダーレジストリーもあります。で、最近 の発展なんですけれども、最近コールスはデータサイトという組織と契約を結んでですね、データセットをメインライセンスレジストリーとして協力していまして、で、もうすぐ最近、また最近 の追加サービスなんですけれども、ROR リサーチオーガナイゼーションレジストリーの方を加わりました。で、多くの詳細は申し上げ ませんが、私たちのプロセスをちょっと説明するためにこのスライドを見せします。公開、上の方から入ってみますとですね、公開された論文から始めて、コールスのレコードにメタデータを送信して、正確な正確性や他 の識別子のリンクチェックしていて、サマリーリポートコールスダッシュボードの採用を基本にしておりまして、で、いくつか のところ、クロックスとか研究助成機関とか、NSF のグラント ID、先ほど申し上げても OK でなどの 方を伺って、そのデータを集めて、コールスのダッシュボードに出していることという、そのデータをまとめて、ダッシュボードの方にきれいにこう出しているというサービスがメインの活動でございます。まあ、我々のスローガンと言いますとですね、オープンサイエンス空間の進化っていう、Evolving in the Open Science Space というのは非常に重要な焦点となっておりまして、
で、このスライドはですね、たくさんロゴとか組織の名前とかなど出ておりまして、コールスはどれほど広く、幅広くこう協力していて、どんな組織と手を結んでいるかを口の方に全て出したいと思いまして、まずですね、左上の部分がですね、ご覧 になればですね、まあ、たくさんの出版会社 の名前が出ておりまして、うち の EPS の方にもちゃんと出てましてですね、他に非常に有名なパブリッシャー のロゴが出ていまして、それはどうしてそちらも見させていただきたいと思いまして、これはコーレス の由来 の、教育、機関のことを紹介したいということからです。まあ、ご存知だと思うんですけれど、コーレスは2015年にですね、アメリカ合衆国科学技術政策局、まあ、長いんですけど OSTP と言いますが、によってですね、米国 の調査機関からの要求に応じてですね、出版グループが成り立ちまして、現在は60社以上 の出版会社と出版サービスのプロバイダーの方に会員になっておりまして、2015年は数少なかったんですけれども、コーレスがそこから生まれてですね、今はその方のたくさん の組織がメンバーになっていることっていう、ことが現状態です。で、ちょっと下の方に行ってみますとですね、2011年からパートナーシップに結んでいる GST を含めて、現在はですね、11の資金提供機関が参加しています。GST の支援は日本におけるオープンサイエンス のフレームワークの成長を支援するためだけではなく、我々の開発と、の発展と進化にアメリカ以外に視点を与えてくださるということで非常に高く評価しています。それはそちらについては別のプレゼンテーションで、次のプレゼンテーションは中島律子さんが詳しくお話しすると思いますので、その後それ非常に楽しみにしています。さらにですね、11の行動機関にもサポートしていただいておりまして、アメリカの方はですね、先ほど紹介しましたフロリダ大学、デーマ大学はじめ、その後なおジョンズ・ホップキンズ大学に加えて、最近ロス・アルモス大学が加入しました。まあ、残りの7つは日本からなので、2017年にですね、千葉大学を皮切りに、2018年から2019年では任務、東北大学、慶応大学ですね、2012年はですね、国立環境研究所にですね、あと大変面白い発表があると思いますが、 NIS の方も参加してくださいまして、で最近 TMIMS なども続けて、まあ、その後これらの機関にいくつかから発表がありますので、その後も参照してください。次にはですね、データとダッシュボードサービスの方だったんですけれども、こちらの方にですね、まあ、ちょっとこちらの方に書いてないんですけれども、ダッシュボードサービスのデータは、コーレスは次の疑問をシンプルに解決できます。例えば、データがあって、その研究成果はいつ、どのジャーナルに発表されているのか、誰が研究を行いまして、著者は例えば大きなアイデアを持っているか、ないか、ということで、どの機関から研究資金を提供されましたのか、論文はオープンアクセスになっているかどうか、まあ、そしてその中にですね、それはグリーンかゴールドかプラチナなど、どのタイプのオープンアクセスのライセンスに出ているのか、ライセンスの方がどういうふうにカバーされているのか、というような、幅広くですね、ただもちろんアーカイブのことなんですけど、研究は安全なダークアーカイブの方に保存されているのかということももちろん入っております。で、全ての論文は全てのデータセットに直接リンクしている最新情報を提供してますので、いつも、まあ、ライブタイム、リアルタイムみたいな感じでアクセスできます。
データの正確性の漏らしの向上は2015年以来にですね、コーラス の, 継続的な改善プロセスになっていまして、2019年には全ての出版社の全ての資金提供者のカバーするように私たちのリーチを拡大しています。世界中の、オープンサイエンスポリシーが公開されて、論文の背後にあるオープンデータセットを提供することができるようにこと重要性を止めましてですね、この重要性をますます認識するようになってきてますため、私たちは現在および新たな焦点はデータセット の, 包括的に、補足をしておりまして、どういうふうにその研究機関が使えるかっていうと、このスライドに出して、いくつか の, オプションにですね、既存ユーザーのことなんですけれども、もし詳しく見てみますと、例えばですね、出版された論文性を追跡する、研究成果を報告するためのツールとして活用する、どの教員がどの機関から資金提供を受けているということを把握すること、データセットはどのようにどのというふうに保存されていることを特定する、などなどのたくさんの国内で及び国際的な機関とのリンクとの共同を確認できるようになっておりまして、最後になんですけれども、最近非常に話題になっているトランスフォーミティブアグリーメント、リーダーパブリッシュモードの検討、そして契約締結後 の, 時期間の出版行動を把握することができますので、この中にです、ね、他にあると思いますけれども、こういうふうに高レスのサービスは非常に役に立つではないかと思っております。このイコシステムですけれども、包括的にインスタチューションとファンダー、リサーチャー、パブリッシャー、そして一般 の, 国民とですね、パブリックの方にもですね、こういうデータセットをいろんな使い道があるということで、非常に包括的には使えるようになるのではないかと思っております。最後にですね、ちょっとまとめてたいと思いますけれども、こちらの電話大学のジャック・マネス先生からのコーテーションがありまして、これを見てて、やっぱりこれをコーレスがこっちの方に貢献できるか非常に幸いだと思いまして、 As librarians, what we want to do, we want to do what we can to help shoulder what could be considered an administrative burden because it aligns with our values as a profession, providing access to knowledge that matters.日本で言いますと、人類に利益をもたらす知識へのアクセスを提供するという専門職として、私たちの価値観を一致しているため、私たちは管理上の負担を見なされる可能性もあるものに対して、図書館員としてのできる限りのことをしたいと思っております。皆様、ちょっと長くなったと思いますけれども、今日のプレゼンテーション、このご紹介は役に立てまして幸いです。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。コーラスの最近のですね、開発についてご講演いただきました。少し時間もしておりますので、質問は最後のディスカッションのセッションでも少しお受けしたいと思いますので、それでは次のご講演に移りたいと思います。